どうも、浜の YouTuber 宮野です。今回もパワープロアプリ実況やっていきたいと思います。はい、ということで最近ちょっとね、パワープロの実況が多めなんですけど、今回もね、やっていきたいと思います。ってことで、この間ね、8月26日がパワープロの日ということでね、まあ、こんなガチャが来ているので、今回はね、そちらの方を50連引いていきたいと思います。詳細の方を確認していきましょう。まずね、初回が30個で引けて、このね、26キャラが出現するという感じでございます。で、20連目が、PR 以上1枚確定。うん、まあ、いつも通りだね、ここは。で、3回目が SR 以上1枚確定。うん。で、しかも SR 以上の確率がアップしてますと。で、40連目が特定の10キャラから SR 以上1枚確定。そのね、特定の10キャラっていうのが、ここのね、黄色で書いてある、キャラクターが出るらしいです。で、この中で欲しい選手なんですけど、うん、佐伯が欲しいかな。あとは、まあ、角田も強いですし、あと、夢白お姉ちゃんの方。そう。優香かな。まあまあ強いんでね。まあその辺が当たればいいかな。柳生さやかもね、真剣の方持ってないんで、まあこの辺が当たればいいかなという感じですかね。で、最後50連目が PSR キャラ確定。この間の無料10連から日は経ってませんが、また PSR 確定ということでね、今回50連引いていきたいと思います。楽しみですね。はい。ということでやっていきましょう。早速。ほんと最近ね、パワープロの日からパワープロのガチャ動画ばっかり出してるんですけど、なかなかやっぱ楽しいね。やっぱガチャって楽しいよね。うん。お、ってことで、最初の10連は、PR 以上確定なので、まあ、ここは仕方ないかな。うん。SR は、今んとこなさそう。お、最強の PR。一応限定キャラなんでね、なかなか手に入りにくいは、手に入りにくい。闇野のレアも追加されたんですね。うん。ってことで、PR の佐伯と、あと、ワイルド、雷か、が PR できましたね。うん、まあまあ、嬉しい嬉しい。やっぱ限定キャラって、まあそう滅多に、ね、手に入れられるものでもないので、こういうところでゲットできるのは嬉しいですね。はい、ということで次が、20連目です。次はファースト40個で引けます。PR 以上確定。さっきの10連目も確か PR 以上。あ、違うか、特定のキャラだったか。10連目は。まあでも PR 来たんでね。まあよかったかな。さあ、ってことでここも PR 以上確定ではありましたが、SR はこなそうかな。ってことで、虹谷来ましたね。虹谷だよね。お、このキャラがよくわかんないんだよね。最新の高校のキャラですよね。なんだっけ。闇なんちゃら学園。うん、で、ここは PR 以上1枚確定だったんですけど、友沢とね、西谷誠の、PR 来ましたね。うん。友沢の PR は、覚醒に使えるかな。覚醒じゃなくて、解放、うん、に使えそうですね。で、これ30連目いきましょう。ファーストン50個で引けます。SR 以上確定。エース飛ばしましょう。さあ、ここ何個来るかが大事。お、2個。さあ、誰だ。おお、これは最新の高校の、これは住田かな。ちょっと読み方間違ったらすいません。2人目。おお、ワイルド。スギちゃん。ワイルド雷来ましたね。おお、嬉しいこれ。お、真剣野球。野球さやかさんじゃないですか。あの、野球さやかの真剣じゃない方。普通の野球さやか持ってるんですけど、この真剣のやつもどうやらね、強いらしいんで、まあまあ欲しいよね、やっぱり。ってことで SR2 枚来ましたね。おお、いいんじゃない今回。この最新の高校のキャラなんですけど、選手能力めっちゃ高いね。96ってやばいな。そう、僕ね、前回か前々回の動画で、チケット祭りって動画出したと思うんですけど、そこでね、闇野の SR 当てたんですよね。まあ、闇野もね、選手能力めちゃくちゃ高かったですよね。100超えてますからね。はい、ってことで、次40連目です。40連目は、特定の10キャラから SR 以上確定。ただ先ほどね、ワイルド当てたんで、まあ、ワイルド雷以外の SR が欲しいかな。佐伯とかやっぱ欲しいよね。お、ピンク。ピンクは SR 以上確定演出でございます。おお !3 つお、ジェントルメン。これ誰だっけ、東雲、東雲で言うのかな。お、モネさん。これも3周年キャラだっけ。ここはおお、これはって、テンションバカ上がったんだけど。小山みやびの振袖じゃん。お正月バージョン。
おお、いいんじゃない。これも特定のキャラにあれですね、入ったんですね。おお、てことで夢城のお姉ちゃんの方の PR 来ましたね。で最後がいかに守るの SR。 なるほど、激闘ですね。ただ、2体目ですね、これは。まあでもこれは限界突破だっけ、解放だっけ、忘れちゃったけど、に使っていければなと思います。おお、いいんじゃん、いいじゃん、これ嬉しい。3枚も来たよ特にここがめっちゃ嬉しいね。みやび、みやびの振り袖バージョン。うん、なんか使えた気がする。なんちゃらエール、情熱エールだっけかなんかが、あの、金徳でしたよね。はい、ってことでここまで、SR が、5枚かな、かなりいい調子ですよね。ってことで最後50連目やっていきましょう。PSR1 枚確定でございます。いやー、ここね、いいの引いて終わりたいよね。ここまで調子いいだけに、最後もテンション上がったままね、突っ切ってほしい。さあ PSR 確定だ。お、2つ来た。おお、マジ嘘でしょ、待って、エプロンシドレミ来た。うわ、一番欲しかった。てか待って、入ってたんだ。うわ、待って、うわ、これテンション爆上がりなんだけど。おお、しかも角田の SR、 ちょっと待ってくれさあ吸い込んでくればかりの、やば。はい、あとは、PR と R ということで、ちょっと待って、この間ね、なんかチケット祭りの動画で、まあ友達がね、やめるわとか言いつつね、 PSR のガチャ券引いたら、あのシドレミの PSR 当てたんですよっていうね、まあ、あの、羨ましい話をねしたと思うんですけど、やばい、当てちゃいました。うわー、これめっちゃ欲しかったんだよね、一番欲しかったってか。ここでシドレミのエプロンバー当てられるとは正直思ってませんでした。っていうのも僕ね、ミトかな、わかんない、あのバレンタインのビト持ってるんですけど、それとねコンボが組めるんですよね。だからずっと欲しかったんですけど、まあ、よくねフレンドさんとかで使ったんですけど、ついに手に入れることができました。これでパワプロのモチベが一番来てるかもしれない今。いやー、これ嬉しいわ。あ、最近ね、プロスピ S の方ではちょっとね、ガチャ運がなくてね、まあモチベーションが下がりつつあるんですけど、プロスピの分をね、まあここで挽回したかなという感じですね。多分過去の動画の中で一番嬉しいかもしれないです。はい、そんな感じで今回はパワプロの日スペシャルステップアップガチャ50連引いていきました。結果、SR が6枚くらい。プラス PSR 確定の部分で、バレンタインシドレミでした。はい、そんな感じで、ね、もしよかったらこのガチャ引いた方ぜひね、コメント欄の方に誰当たったよとかね、教えていただけたらなと思います。僕は500点満点でございます。いや、もう1億点あげちゃうってことでテンションが上がったままこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次のパワプロくん実況、また他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。